はい、こんにちは、 FTM ラジオりょうです。今日はなんとゆうぱチャンネル、ゆうぱいでーす。で、今いきなり回してんだけど、ほんとひどいですよね。何の話題ですかってピンピンピン、はいじゃないんですよ。ゆうぱに質問します。はい、どうぞ。じゃじゃん。はい。1、好きなタイプは。好きなタイプ、3秒以内これだけ。爬虫類顔2、好きな食べ物は。好きな食べ物、生もの、海鮮、刺身。3、好きなブランドは。好きなブランド、ナイキ。好きなスポーツは。好きなスポーツ、サッカーかな。はい。5、好きな季節。季節は冬、今。6、来世は女、男、どっちがいい。男。7、過去に行きたい、未来に行きたい。未来。8、1億円あったら何をする。家建てで車買う。9、まだ考えてないの。どうしようかな3秒以内です今すぐどこに行きたい。どこでもドアがあったら。ハワイ。わかんない難しいな直感力大事だわ。10、FTM ラジオりょうの印象は。不思議なおじさんありがとうございました。間違えた、怪しいおじさんだ不思議なおじそれやばいよね。不思議、怪しいでしょ。怪しいね。オッケーオッケー。ああ、俺が聞きたいのあった。はい、来世は男。男ですね。やりまくりたい。まあどんなもんなのかなっていうのはあるよね、実際。一番何がしたい？そう。女？俺女。なんで？なんで？だって楽しいじゃん。楽しいの？絶対楽しそう。だって女の子の会話に入るのって楽しいじゃん。ああ。女の子が喋ってるの聞いてるのってすごく楽しい。男が喋ってるのってすごくうざい友達同士が喋ってて、なんかこれからカフェに行ってなんとかしようみたいなことを聞いてるといいなってすごく。確かに女の子女の子してると楽しいかもね。そうかも。そうだから、なんか女の子がいいなって、本当にだからそれ意外って言われる。男になりたいくせに女になりたい、じゃあ女になればみたいな感じで言われるんだけど、そういう問題じゃないんですけどみたいな。難しい問題です。したい。わかるよ。わかるよ。が一番強いですね。わかる。はい。まあ、ここピーになると思うんですけど、ピーしたい。編集が大変。まあでも俺ももし男になったらやっぱりそこだよね。そこだよね。本当やりたいよね。やってみたいマジで。まあ、あの普通にやるのはあれだけどっていうのが大事ですよ。なしピーピーピー、お口も隠さないと分かるから、これ結構大変よ、編集殺しを。ね、1億円あったら何するで、家と車って言ったけど、家と車と手術だね。手術はでもそんなハードル高くないですかね、意外とね、金額的には。そう、ね、1億もなくてもできるから、うん、現実的じゃない家と車を選んでみたけど、もうプランの中に手術は入っちゃってるから。じゃあ一発目にじゃあ何です、もう手術行く、もうすぐ、あ、じゃあ行きます、今日行きますみたいな。いや、しちゃうでしょうね、きっと。お金早くできればしちゃうでしょうね。25までには手術を終わらせるっていうのがあるから、まあそこまでにこう自分で調整してやろうかなっていうのがあるから、自分でそこは、そんなに焦ってはないみたいなね。そう、早ければ早い方がいいけど、最低ラインを決めてみたみたいな。だ、実際多分お金すぐに1億円明日入ったら、まあ手術行くでしょうね、結局。まあ第一にはそれか。そんな気を。好きなタイプが一番難しかったな。でも爬虫類そう、爬虫類顔が好きで、目が離れてる人。ああ、でも俺もね、わかる、目が離れてる人好きなので、目が大きすぎない人が好き。トカゲとかが好きだから、本当にそういう顔が好きですね。意外とね、分かるっていう人いないんだよね。
いやいやいや、俺ね、本当に目が離れてる人が FTM あるある、この違うだろ。でも前のあったかなってどうせここカットです。ごめんね。どうせここカットですよ。誰に対してのごめんねなのかはちょっとわかんないけど、ごめんねっていう謎の。結構酔っ払ってるかもしれない。ブランド難しかったね。俺ブランドないんですよ。あんまりこだわりがあります？好きなブランド。俺いやスポーツ系好きだよ。ナイキ、チャンピオン、アンダーアーマー系好きかな。まあそういう系なんだ。俺今思い出したけどやっぱ。リッキーズとかそういう系かも。そうや、ちょっとアメカジ系が好きですね。仕事的にもつなぎとか多いからリッキーズ、はい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 、かぶるのが嫌だから最近人気になってきちゃったからちょっと何か探し中。なるほど、確かに人気になってきてる。人気になってきちゃった。あ、分かるわ。どこでも売ってるからかぶっちゃうっていう。そう、分かる。俺もね、チャンピオンが結構もう小学生ぐらいから好きで、だけど一時期すげえ流行ったじゃん、うん、そう、めちゃめちゃ売ってる今チャンピオン。しかもお高いっすよね。ちょっとお高いっすよねチャンピオン。チャンピオン、うん、そう、いやナイキの方が高いと思うけど。ねえ、嘘。なんかチャンピオンって高いイメージあるんだけど、チャンピオンのくせにね。どういうこと？これあのこれはね、チャンピオンのくせにパンですね。チャンピオン、今日チャンピオンの季節冬。スポーツ、スポーツ、サッカーってなんか反動で言っちゃったんだよな。サッカー習ってたんですよ。サッカーとダンスが習ってて。ダンスしてたの？そうです。ヒップホップ？ヒップホップ。へえ。ヒップホップで通ってたんだけど、先生がどう見てもそれジャズだろっていう。あ、ほんと。なんかこういうくねくね。あ、先生がジャズ系だった。そう、ジャズだよなーって思いながら、ヒップホップってヒップホップ教室なんですけどそれジャズだよねみたいな。もうジャズ、あのバレエから入った人がヒップホップするのはちょっと厳しいよね。そう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 、もうやっぱり名残が出ちゃうから。そう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 、もうあのっていうのはあったな。こう、こう来た時にこうってなってるのがもうジャズだからね。俺もちょっとかじってんだけど、それジャズジャズとかハウスが入ってきちゃう。あるね、あるあるですよ。あ、そっか。まあ過去未来はね、過去って言ってもしょうがない。未来に対して大した過去がないんで俺は。うん、じゃあ結構いいように生きてきたね。そうですよ、もうわがままに生きてますよ。俺ね、過去に戻ってどうしてもやり直したいことがあるんだけど。何ですか？それは言えない。なんじゃそりゃ。ごめんね。なんじゃそりゃ。やり、もうわがままですよ本当に。愛のままに、わがままにですよ。僕は君だけを傷つけないと。次次いきます。はい、19番何でしたっけ。9番何だったっけ。でも聞いてね、9番ね、もう認知症だよ。認知症だよ本当に。何だったっけ。書いてないか、本当に忘れちゃった。FTM ラジオ。あ、印象。それ10番そこは覚えてる。キューバなんだっけ。今行きたい場所じゃない？今すぐ行きたい場所、ハワイだ。そうだ、ハワイっつったんだ。なんでハワイ行きたい？ハワイ。わかんない、なんか英語喋れんの？もうさ、わかんないんだよ、そういうの。なんか突発的に言われるとなんかみんなが言いそうな答えを言ってしまう。ハワイってなんだよ。いや、海外行くことがないの。海外に一回も。本当にマジで。だから一回海外ちょっと経験したいなっていうだけ。だから結局行ってつまんなかったわって言いたい。言いたい人、ね、結局悪口言いたい人。行ってこい、行ってこい。どこ行っても悪口言う人。行ってこいよ。グアムの方が安いからグアムでいいんじゃない。あ、別になんとなくで言っちゃった、うん、やっぱそう、かぶれてるから。そういうの言っちゃう人すぐ言っちゃう。アホワイみたいな。即答したよね。結構早かったよね。アホワイ来たみたいな。なんかあんのかなと思ったら、その前にタイに行くしね、絶対にね。新婚旅行とかで行けばいいさ。ハワイ？ハワイか、グアムか。だってさ、ハワイ行くのなんか7時間とか8時間とかかかる。だってどこでもドアで行けるんだもん。あ、どこでもドアで行けるんだもん。って言ったでしょ？だから行こうかなみたいな。なるほどね。そうそう
はい、ということでね今日はユッパのなんかあれこれ質問聞いてみたでした。ありがとうございます。そんな用意してたの知らなくてね、まあ、これ第3弾だからね、ユッパとこれからも仲良くしていきたいと思います。ユッパチャンネルもよろしくね。よろしくお願いします。ユッパチャンネル見てね。はい、今日もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ユッパのその鼻についてんの牛？もう。ではまた、バイバーイ。